コーヒー豆さん、アンケート、ありがとうございます。合格でございます。はい。いや、コーヒー豆さんの成功、いいですね。なんか、いい香りがしますね。の、あの、引き立てのいい香りがする成功モデルだと思います。めちゃめちゃいいですね。匂いがいいです。うん。非常に匂いがいいと思います。好きです。 ただね、あの、まあ、ここでね、ご自身で書いてある通り、まあ、コーヒー豆さんに今必要なのは、うん、まあ一点集、一点集中。<laughs> 一点集中、凡事てって <laughs>、ぶち抜く <laughs>。虫眼鏡 <laughs>。もう、一つに決めるってことですね。決めて、学んでやる。一つに決めて、学んでやる。これだけです。 コーヒー豆さんがやるべきことは一つに決めてその決めたことを学びやるこれだけですそれ以外必要ないです一つに決めてそしてその一つを学びそしてそれを実践するってことですいろんなジャンル大谷翔平選手も大谷翔平選手も野球もしつつバスケもしつつゴルフもしつつ うん、サッカーもしつつ、全部優勝ですみたいな、すごい成績出してます。じゃないですよね。ずーっと野球ですよね。多分小学校ぐらいからずっと野球、大谷翔平選手もやってると思うんですけど。<laughs> 途中でなんか、サッカーもやります、水泳もやります、ゴルフもやりますってやってないですよね。ずーっと野球じゃないですか。うん。そう。そんな無理ですよ。無理無理無理。それ全部できたら、 人間じゃないですよ、うん。しかも時間も限られてますからね。うーん。だから僕もこの20年で本当にいろんな稼ぎ方見てきましたよ。知ってますよ。で、いろんな稼ぎ方してる人周りにいてますよ。だけど僕はもう絞ってるんですよ。コンテンツビジネスを教える。コンテンツビジネスのやり方を教える。もうここに絞ってるんですよ。で、そ,れはその話も対談で話してます。 じゃあなんで僕はここをずっとやってんのかっていうところもいろいろ僕も考えたりとか悩んだりとか影響も受けたりとかいろいろあります。だけど自分の中でブラッシュアップして自分はこうだっていうふうに自分を自己洗脳してるんですよ。だからブレないんですよぶ。僕もブレようとする、ブレるときも、ブレちゃうっていうときもあるんだけどそれを自分と向き合って対話してこうだって決めてるからできるんですよ。だけど 自分と向き合って、それを対話して、あの、いろんな影響を受ける。いろんなものが入ってくる。それをブラッシュアップして制御して、また、こう、ミキサーにかけてやるんですよ。一個にあのち。やるんですよ。いろんな影響、いろんな情報入ってきます。ミキサーにかけるんですよ。で、また出すんですよ。で、全部一個に絞るんですよ、また。ずっとやってます。僕も日々いろんな影響を受けてるし。 だから自分と対話するんですよ。もし自分と対話してなかったら、ぶれちゃいますね。いろんな影響を受けるんで。うん。あね、まあ自分と対話してほしいですね。まあそれは対談の中でもちょっと僕が言ってる部分はあるんですけど。うん。で、あとはその最終的に自分と対話して、僕がいつも意識して使う。 ものは何かっていうと時間です。悩みます。いろんなこと考えます。だけど最終的にその意思決定するときには時間を持ってきます。時間ないよねっていう話です。明日生きてるか分かんないし、100年時代言われてますけど、100年生きるのかって話で、100年生きる保証も何もないです。仮に100年生きるんだったら、100年生きるリスクがあるんですよ。 お金かかりますよ100年健康体で入れる保証もないですよ。年取ってがんになるかもしれないし違う病になるかもしれないし認知症になるかもしれないしボケるかもしれないし分かんないですよ。うんそしたらまたね病院代かかりますよね。手術代かかりますよね。うん。だからまああのー、生きるっていうことはもうそもそもリスクだし。 でも、その生きていくんだったら、そのリスクと向き合っていかないといけないし、リスクと戦っていかないといけないし、うん、ただじ、で、時間リスクもあり、時間っていうリスクも、時間というリスクというか、時間っていう限られたものしかないんですよ。その限られた時間の中で、どう考えてどう動くかしかないんですよね。うん、そう。悩んでる、悩んでる時間なんかもったいない。やれ って多くの人は言ったりとかかするかもしれないですでも人間悩みます。だから僕は悩むことは別に悪いことじゃないと思う。主治医どんどん悩めばいいと思います。ただ、決定はしないといけないですよ。悩んでも決定はするべきなんですよ。なぜ決定をしなければいけないのかっていうと、あ時間が永遠ないからです <laughs>。じゃあ30年後決定したら時間あります ま、決定はしなければいけないんだけど、できるだけその決定は早い、早い方がいいんですよ。どんどん年取っていくだけなんで。うん。だそれ、その事実を突きつけますね、自分に。その圧倒的な事実。常に年取ってるっていう。常に置いていくっていう。僕も死は出てきました。髪の毛は抜けてきました。その現実に直視して。それを突きつけます。悩んだら。 その現実を、リアルをうん嘘ですか年取りますよねコーヒー豆さん <laughs> 僕も早いものでネットで稼げるらしいぞって知ってもう20年経ちますけど来月誕生日なんですよもう20年ですよ20の22の時に僕はネットで稼げるらしいぞっていうのは知ったんで、うん、そっから2 0 今年で42でございます早かった。でも、振り返ってよかったなと思うのは、うん、まあ、やってきたからですね。やってきたから今あるんで、うん、そう。で、まあね、そこはちょっと意識していただくといいんじゃないかなと思いますね。ここれは非常にいい成功モデルだと思いますし、すごくうんいい匂いがします。いいと思います、僕はね。 非常にいいと思うんだけど、これを自己実現したいんだったら、やっぱり一つに決めて、そしてその一つ、一つのジャンルですよね。何で稼ぐのかっていうのは決めて、それを深掘りして徹底的に学んでやっていく、身につけていくっていうことをやるべきですよね。もうそれだけですよ。うん。はい。ということで、まあ対談でもいろいろ言ってますので、ぜひいろいろとエッセンスを吸収していただければなと思います。ありがとうございました。